県内の公立高校で合格発表が実施され、掲示板を見に来た受験生からは歓声が上がりました。ただ、オンラインの普及によってその風景は少しずつ様変わりしているようです。受験番号が書かれた掲示板が表に出された瞬間、大きな歓声が上がりました。今日正午、静岡市葵区の静岡高校、自らの番号を見つけた受験生らは喜びを爆発させ、家族や友人たちと抱き合ったりなど大きな盛り上がりを見せました。入ることが夢だった学校だったのですごく嬉しいです。お母さんに今まで支えてくれてありがとうと、これからも頑張るのでよろしくお願いしますって伝えたいと思います。目指せ甲子園。勉強を頑張って合格した我が子に保護者は、娘も含めてみんなの高校生活が充実したものになればなって思います。本当にありがとうございます。毎年恒例の風景のように見えますが、実は数年前に比べるとちょっと様子が変わっています。6年前と今年を比べると、明らかに今年は人数が少ないのが分かります。何が起きているのか、少し遅れ気味に会場に来た受験生に尋ねると、いきなり掲示板で見るのがちょっと怖くて、一回ウェブで見てから来ました。県内の公立高校では新型コロナ対策もあり、2年前からオンラインでの合格発表を実施。会場でショックを受けることを避けるため、ウェブで合格を確認してから高校に来る人が相次いでいるのです。何はともあれ、長く苦しい受験勉強をくぐり抜けた受験生たち、4月から始まる新生活が希望に満ちたものであることをお祈りします。